重水とは、質量数の大きい同位体の水分子を多く含み、通常の水より、比重の大きい水のことである。重水に対して、通常の水を軽水と呼ぶ。重水素と軽水素は、電子状態が同じであるため、重水と軽水の科学的性質は似通っている。しかし質量が異なるので、物理的性質は異なる。 通常の水は 1H216O であるが、重水は水素の同位体である、重水素やミエス水素、酸素の同位体 17O や 18O などを含む。なお通常の水は H216O が99.76%から、なるが H218O、H217O、HD16O などの水もわずかながら含まれている。競技には、化学式 D2O、 すなわち重水素2つと、質量数16の酸素によりなる水のことを言い、単に重水といった場合はこれを指すことが多い。別名に酸化重水素など。自然界では、D2O としての重水はほとんど存在せず、重水は、どの分子式として存在する。以下の値は、すべて 101.325kPa におけるものである。D2O で表される重水の融点は、 摂氏3.82度、沸点は摂氏101.43度である。また、摂氏20度における密度は 1.105g マイリッポセンチメートルである。摂氏20度における粘性は0.00125パスカル秒である。OD 結合は同位体効果により D2O は H2O よりも電気分解の速度が遅い。 このような軽水と重水の性質の違いを利用して、重水をわずかに含む天然の水から、濃縮、分離することができる。なお重水素は、見え水素とは異なり放射性ではないため、重水もトリチウム水とは異なり放射性ではない。重水は、物質の溶解度、電気伝導度、電離度などの物性や、反応速度が軽水とは異なる値を示す。そのため、 飲料水などとして大量に摂取すると、酵素反応などの生体内反応に失調をたす。哺乳類の場合25%重水は不妊を引き起こし、50%重水は致死的である。人間の場合、水分摂取量の10%を超えると問題が生じるとの推測がある。重水の中では、魚類も生きることができず、植物の発芽や成長も停止する。一方、 藻類やバクテリアは100%純水の中でも生息可能である。純水はまた生物の外実リズムに大きな影響を与える。単細胞生物から植物、昆虫、鳥類、マウスに至るまで純水の摂取によって外実リズムが長くなることが確認されており、細胞における外実リズム発生メカニズムの研究に用いられている。 人間が重水を舐めると甘く感じ、軽水と明確に区別することができる。重水が初めて分離された頃から、重水は甘いという指摘がされてきたが、2021年に発表された文献では、分子動力学法シミュレーション、細胞単位での実験、マウスモデル、人間の被験者などを使った研究で、人間の甘みを感じるレセプターであるトス 1R2、 トス 1R3 に重水が作用して活性化することを明らかにし、人間にとって重水が確かに甘く感じるということを示した。一方で、マウスにとっては甘く感じられないことも明らかとなっている。軽水と異なって重水がこの作用をもたらす理由については、2021年現在、まだ解明されていない。重水は原子炉の原則剤として使われる。 一般に重水に限らず、水素には高速中性子を熱中性後に減速する能力に優れる特性がある。水は水素を大量に含むため減速剤として利用されるが、軽水は減速脳と共に中性子を吸収する能力も大きいことが問題となる。ウランの濃縮技術が未発達だった初期の原子炉開発においては、軽水に次ぐ減速脳を持ち軽水に比べて、 中性子吸収が少ない重水素からなる重水が原則剤として使用された。核兵器の開発にも利用し得るため、第二次世界大戦の頃から重水の生産設備は軍事的な防衛、攻撃目標として扱われていた。重水を利用する原子炉は現在では核兵器の製造に直結するウラン濃縮を行うことなく天然ウランをそのまま、 核燃料に使用することができる CANDU 炉や燃料ソースの多様化を求めた新型転換炉などで使用されている。なおこの原則剤としての働きは医療にも応用されている。すなわち放射線治療においてエネルギーが高い高速粒子のままでは生体に対する悪影響が強すぎるので原則中性子を利用する治療方法が提唱されている。 中性子を軽水で減速すると中性子が軽水に吸収されてしまいビーム出力が弱くなるため、重水が減速剤に使用される。また、カナダのサドベリーニュートリノ観測所では、ニュートリノの検出に重水が利用されている。他には、1HNMR 測定用の溶媒には、ロックのため、および資料の軽水素からのシグナルを妨害しないように、重水などの重要媒が用いられる。 重水のみで作られた氷は水に沈むので手品として使える。ありがとうございます。